ドクロ剣業は、横溝正子が1939年に発表した小説である。本作は、吸血鬼、ドクロ剣業と、学者の鳥居ン系、縫いの助不死の戦いを描いた作品であり、吸血鬼、ドラキュラの本案作品とされている。1975年に、角川文庫に、緑304から19ドクロ剣業 ISBN。 4から04から13万419から9として収録され、2008年には、予5から38度黒兼業 ISBN4 から04から35万5506から7に改版して出版された。1982年には、富士テレビ系列の時代劇スペシャルにて、テレビドラマ化されている。横山正道により、漫画化もされ、現在は、漫画図書館 Z で、 無料配信されている。文化7年9月、蘭学者、鬼頭明之助は、精神療養のため、老木、治療基地と共に釣りに出ていたところ、嵐に巻き込まれ、命からがら孤島に流れ着く。そこで二人は、知らぬ日剣業と名乗る人物とその取り巻きである、美人姉妹、松虫と鈴虫に出会い、定徴にもてなされる。だが、剣業がいきなり将軍家の三女。 かげ姫について言及したため、明けのはけ業に、不信感を抱く。その夜、松虫と鈴虫は独断で明けのの血を吸おうとしたことで、け業からちっき言い渡される。け業のもてなしの日々が続く中、日中は、屋敷が無人であることに気づいた、明けのらは、屋敷の外にある森に行く。森の中で松虫と鈴虫の墓を見つけ、 彼女たちが百七十年前に死亡した人物であることを知る。加えて、彼らは、白をなる人物の墓も見つけるが、それ以上のことはわからず、屋敷へと戻る。ある日、二人は剣行を迎えに来た船を見つける。明之助が一人で例の墓へ来たその時、天気が急に荒れ、ついで剣行が現れて、塚の上に立ち、骨寄せの儀式で松虫と鈴虫を蘇らせて、江戸へ向かう。 それから4ヶ月後の文化8年元日、漁師たちが巨大なクジラを捕らえたことで喜びに湧く、外房州の白浜で、クジラの腹の中から瓶が見つかった。その中には、明の助の手による書物が入れられていた。房州クジラ奉行金版、秋月和馬はクジラを捕らえた網元から受け取った書物を読み、馴染みの学者の鳥居欄景に助けを求める。一方、 知らぬ日剣行ら三人は船に乗って、徳川家なりの三の姫、影朗姫が住む、お浜屋敷へ侵入する。影朗姫の腰元であることへは、無有病の発作を起こした姫を追って、剣行らが姫の血を吸う現場に遭遇する。乱刑が、影朗姫の周りに、ニンニクの花をまいたため一時は良くなるかと思われたが、姫の聖母、くれたけが花をすべて取り除けてしまったため、 姫は死亡してしまう。さらに、後日、遺体までもが消失するという事件が発生する。幕府は事件を極秘にしたつもりだったが、知らぬ日剣の存在は、独路兼業として民衆に知れ渡り、これに便乗して、鏡山急西紀への後日談という設定で、鏡山後日、岩藤という部隊まで作られる始末であった。兼業は、岩藤とその楽園。 藤士並ゆえんの進むのに役を務める中村富五郎を屋敷に招いて殺害する。翌日、剣業は富五郎になりすまして舞台に上がったところを、縫いの助らに見つかるが、どさくさに紛れて逃走し、ことえを襲う。そして、乱刑たちは、生還した、明之助の協力のもと、剣業ら三人が眠る棺を火にくべる。DD ナビの朝宮運河は、本作が単なる、吸血鬼、 ドラキュラの本案ではなく、原点の陰微なエロディシズムの強化に加え、美少年趣味、短美趣味を織り込んだ作品であり、剣業の正体にも工夫が凝らされていたと評価している。架け橋久美子は、週刊新潮に寄せた記事の中で、ひつぎやニンニクといった原作由来の要素に加え、江戸時代らしい要素も取り込み、不気味ながらも痛快な会談に仕上げた作者の手腕を評価している。また、 はしごは再読した際に、アンダイスにも通じる美少年趣味が散りばめられていたことに気づいたと振り返っている。ありがとうございます。